赤コーナーよりまず始めた長野ちぐさ選手の入場です。さあ赤コーナー大将から入ってまいりました。まあしかし大将もですね、正直言って、このブラック明けの加藤選手をパートナーに相対するにはちょっと歯ごたえありすぎるコンビですね。ちょっと例えばクラッシュが相手をしてもですね、かなり見応えのある一戦になるのかなというか、クラッシュが相手でも勝てるかどうか分かんないですよ、この2人は。これを今日は長与千草が加藤園子、しかも復帰戦で戦うということになりますか。これ後まで響くような怪我を負わなければいいというのが心配も出てきますよね。いやー、この今の3人は非常に贅沢なリングの中となります。全員が赤いベルトを巻いた人たちですね。加藤園子選手の入場です。あえて加藤選手が最後、これ長与選手の計らいですね。しかもその長与がすでにロープを開けて待っています。2月11日この後楽園以来5ヶ月ぶりに加藤園子が戻ってまいります。今日の復帰戦、加藤園子にとっては十分過ぎにぐらいの大舞台ですね。このメインイベントが用意されております。入ってまいりました。非常に平坦、深呼吸をしながら雄たけび一発。競技休養の前は長くしていた髪もバッサリ落としてリンクに戻ってきました、はい、加藤園子。大先輩2人を相手に今日はどんな復帰戦を見せてくれるのか。ちょうどね、デビューした頃がこれぐらいの髪の長さだったんですよね。初心に戻るんだという、はい、こういった気持ちもあるのかもしれません。京都府出身183パウンドダイナマイト関さん。東京都出身203パウンド、ダイナマイト関西アジャーコングこちらも長与を見ていきました、はい、ジャコング。愛知県出身135パウンド、5ヶ月ぶりの加藤園子には目もくれませんでした。しかしながら待っていたお客さんはこれだけいたわけです。待っていたこのファンの気持ちに今日は応えられるか加藤園子。長与千草さん、まあね、はっきり言って加藤選手ぐらいのそのキャリアの選手で復帰戦でこんだけこう歓声が起きてですね、そのテープが飛ぶっていうのはちょっとないですよね。これはでも例えば秋山さん、休んでる間の加藤のトレーニングとかどうなったんでしょうか、ね。まあ、やっぱり足とかね、かえって太くなってるんですよ、ね。だからその首はやっぱあれだとブリッジともなかなかしばらくできなかったんですけれども、うん、ウェイトは良くなったら体重もだいぶ増えたんじゃないですかね。長与選手とも並んでも体の幅がそうですね、見劣りしないですね。体の幅も見劣りしませんから、あえて言うなら身長かといったところでしょう。あっと引き寄せて仕掛けていったのはアジャダイナマイト関西組だ。ダブルのラリアット、そして2人で順番にラリアットは長与千草。あれ、いきなり大ハード、おっと行きますか、いきなりの大ハード関西か。そういう体勢ですね。さあ雄たけび一発、危険な技と言われているこの大ハードが、おっと長与もやはりこの辺りは抵抗を見せますが、体勢を整えるアジャが行きました。アジャが一発、そして加藤園子が、おっと首で構えた、回っていくぞ、押しました。サマースプレッド、逆にトップロープから、大将がリングに戻って、大阪加藤が出ますよ。出てまいりました。トップロープから、さあ小広。
かどうかなと。やはり5ヶ月の鬱憤を晴らすような感じか。うまい具合にかわしていった。関西へのラリアットは長い仕草。そしてトップロープは加藤との子。そしてフットスタンプ。体を浴びていきます。カウントアップを取りました。動きのキレはいいですね。こう5ヶ月間のブランクというのがですね、非常に逆に鬱憤を晴らすような形でいい方向に出てますね、ここまではね。問題はやっぱ首のテーピング見ても分かるように、はい、ディフェンスに回った時だと思うんですよ。なるほど。やったー、あっとアイアンクロー。これは加藤園子もろにつかまっている。まだ離さない大和関西。アイアンクロー完全に決まっている。これちょっと首にもダメージ来てますかね。首はまだニュートラルのコーナーに押し付けられた。そしてアジャがラリアット食らった。首に来ました。そうなんだ。関西選手はここからフットスタンプがありますが、トップに上りました。うわフットスタンプ。しかもちょっとねじれたような格好になりました。そしてカウントはアジャごとカットです。選手はあんまり早い時間でのカットはいかないんですが、やっぱり今カットやめるのね、ブランクの相手の加藤選手ということもあって、さあそして関西がアジャにタッチ。アジャは裏剣のポーズで走っていって首を狙ってラリアット。後ろに待ったぞ。スリーパー。おっと、そして膝をついた。さあ加藤はどう攻めるのか。加藤はどう攻めるのか。どうでしょう。あっと、やはりこの辺りはウェイト差があります。パワー差があります。おお、このヘッドバット一発でも勝てるの。おっと、お返してくった。ここまでゴツンというパラキックだ。気合が入っているから痛みを感じないのか。やはりアジャノは物は違います。アジャ選手の頭ってこう見てても硬そうですもんね。なんかうわー、ここは食らいたくないですね。さあそしてこのままブレンバスターか。垂直落下式か。おっと、後ろに回った。投げた。そして関西を、そしてアジャを気取っちゃった。そしてカウントは2。おっとっとっと、投げていきました加藤園子。そして長寄りタッチです。タッチがきつかった。元気の有り余っているラリアットの打ち合い。クロスカウンターのようなラリアットだった。さあそしてアジャを場外投げ捨てていった。ラリアット、そして回してラリアット。加藤園子がドロップキックで何行きますか。関西を場外ロープのトップロープだ。2人を長屋は抑えている。おお、いったー。フライングボディアタック。フランチャーっていうのはちょっと珍しいんですけどね。さあちょっとでもまだこのアジャの表情に余裕があるような気がするんですよね。ちょっと怖いぞ。エルボーが落ちていった。後ろから関西がやってきた。そしてそのまま長屋は投げられてしまいました。大の字カウントは、カウントは2です。まだ5分ですか。そういった意味で非常に見応えが多いんですが、もう本当に20分ぐらい経過してんじゃないかという展開になってますね。さあまずは関西が長屋を剥がしに行きますが、これはなかなか剥がさない。これを逆に言うとアジャに対してのダメージにもなるわけです。アジャが一番食らったか。後頭部ですね。一番高いところ落ちましたね。長屋の方が早く立ちました。そしてデスバレーでしょうか。デスバレーか。落としたデスバレー。アジャ立ち上がってラリアット。そのままホールか。カウントは2。さすが怪物。しかし立ち上がるだけならまだしもね。アルゼンのカウントを取っていったアジャコング。やり合った打ち合い。今度はチョップですね。やっと関西2連発。あっと
った。試合は関西に軍配か、そしてスプラッシュ、スプラッシュマウンテンを加藤さなさがミサイルでカットに入ってきた。アジャは垂直落下式のブレンバスター投げを食らいました。そのままおっとおギロチンを後頭部へ落としていく。いやカットのタイミングもいいですね。そうですね、まだ加藤選手も攻め込まれてる場面がないんで、逆に自らの赤コーナーに持ってきてタッチをした。おっとこのまま行くのか、後ろが取れるのか、そして投げられるのか。関西選手は体の厚みもありますから、この技で投げるのを投げていった。バックドロップ。さあこれは見ていて安定感があります。視野も広く持っています。反対に行ってしまった。もう一発、これは足からもらった技なのか。そして加藤さなこは今いけるんじゃないかという表情。カットなんかカットに入ったアジャコング沈めてから落としていった。首が、加藤の首がどうなんだ。形勢は一気に逆転か。あ、なんか狙ってますね。仕掛けません、ダイナマイト。何これ、サンドイッチラリアットでしょうか。アジャコング、あっと首です。後ろから前からここに来て加藤とのこの首にダメージが連発してかかっていく。そう、また首か。加藤園子がもう目を閉じてしまった感じ。今度はアジャか、裏剣がバクが食らってしまった。ようやく長尾が立ち上がるが、カットに入る余裕がないぞ。スプラッシュ行きますか。スプラッシュの運転が関西が自らの決め技スプラッシュマウンテンからカウント決めました。8分47秒。長代選手もしかし今日かなりやられましたね。あ、飛鳥選手がリング上がりましたよ。これはどういうことなんだ。なんで俺を取れないんだバカ野郎。あそこまでやる必要があるのかよ。終わりだよ。あるからやってんだよ。何の理由だよ。あるな。決まってんだろ。その理由はお前ら二人が一番よく思ってるはずだろうよなあ。うちら二人目の前にして何とも思わねえか。クラッシュ2003よ。何とも思わねえのか。お、回転画面ですね。あー、これアスカも上がってますからね。どうでしょう、受けますかね。今クラッシュ2000が話をしています。今日加藤との復帰戦で加藤をあえて攻めていったというのはこの辺りの狙いがあったということなんです。お前が入ってたよ。ちょっとちょっとマイクないんで分かりませんが、やってやって、了承したみたいです。おっとおっとおっと、アジャが笑顔、関西が笑顔。このつけはでかいからだ。おお、でっかいの、ありがたいね。そのためにここに来たんだ。次の時はお前がここ巻いてることになるからな。やり返してやる。成立
ということでしょう。 9.15 フラッシュ2000の相手はザコンヌダイナマイト満載、このタックに決まったようです。これ今セさん話の経過を聞いていると、あえてそのアスカの弟子的な存在、加藤園子をいたぶったというのは、このあたりアスカの怒りをあえて奮い立たせようというところもあったようですね。後で後悔すんなよ、もっとパワーアップして太っとけ。バスルが一夜の心情はやられたらやり返す。まあ加藤選手というのは飛鳥選手のまああれでしたけど、長代選手はやっぱりすごいと前がってる選手ですからね。しかも復帰戦振りが悪い、その選手がここまでまあ思惑通り。ムカついた。やろうか。そうね、過去あの二人が俺らが5、6年前で組んでて、奴ら5、6年前のブイブイ言わせる時だったら黄金カードだったかもしんないけど、これこそまさしく黄金コードカードにふさわしいようなステージを作ってあげよう。俺らが It's a show time。 逆指名です。うちらが逆指名するほどエンジンかかっちゃったもんね。ムカついたね。ことはムカつくことから始まっていくんだろうな。ああいう挑発の仕方をね、すりゃまんまと持ってくることは分かってるわけだからさ。ほんまに乗ってきたな。ほんまにあれで乗ってこなかったわけだ。クラッシュ見せんじゃないし、来た来たって感じだよね。喜んでって、はい待ってたよって感じだよね。やっぱりほんまに JWP というね、まあそういうハードルを超えて、やっぱり同じ目的のやっぱり目標を持ってるね、アチャと今日組めたこともこれは何かやっぱ運だと思うし、やっぱり2人してやっぱり同じ目的に向かって2人をやっぱり倒しにかかりたいなと思います。あと全て本番ね、そーんといいとこまで行き着くとこまで行っちゃって、まあタイクラッシュっていうものにガッと行きたいなと思いますけどね。やっと来たかって感じですよ。